非常に重要だ。セカンドボール米本縦パスで長い反転リーグ難しい体勢でしたが打ちに行きました。長い米本では上がることは必ずしもできないところ。長いが抜けてきた。センターラインを割りました。音速スプリンター長い健介裏抜けから落ち着いて流し込みました。まあ年に関してはなんといっても前節強烈なゴールを踏んだ米本。ああいいパスが通った。長いのスピード内田マイナス米本入ってくる戻してシュート中央で米本浮かせてゴール前どうだヘディングシュートキーパー正面ヘイナガスカドラ落としたボールですがこれは狙っていました。そしてスルーパス長いエーサー中逆サイドはユンカーフリーだ。ユンカートラップをしてから決めた。カウンター炸裂名古屋らしい得点です。先制名古屋グランパス鬼門のこの轟きで先制点。下げてマテウス米本サビ、シュート長い先手を取りました名古屋グランパス。長井健介今シーズン初ゴール。酒井がゴール前に入ってます。いやすごい米本らしくボールを刈り取りました。さあ川崎から佐藤のところ米本が追っていく。米本の刈り取り変わらずみだイエゴイベラのところは米本が見事なボール回収。酒井川口股抜きを狙う。米本粘る半身で長い3人目で追い越してきました。椎橋米本のチェック。相手に当ててマイボールにしました。あと通れば横で関根でしたがさあ長い下がりながら中谷その後ろ野上前向いた米本立てます。返してもう一度米本立てます。おピールだ通った酒井名古屋勝ち越し一発一中スルーパスに対して抜け出した酒井が決めました。お手本のような崩し方ですよね。そうですね。